個人の狂気に貼った方がいいと思うんですよね。ニコニコ動画、自分たちは何を出したいのかっていうのが自分たちですら分かってない。新しいエンターテインメントって人は求めないんだな。ネットフリックスが今大体ですね、ハウスオブカードを見てます。なんか流れてきたやつでクリックしたら見るみたいなのありますけど、そのサービスをチェックしようみたいな思惑を持ってやることはないですね。まあ、多分アベマがどうなるかってアベマの問題じゃなくてシャドーバース次第だと思うんですよね。シャドーバースの利益が毎年100億円みたいなのがなくなると多分無理なの で、そうするとテレビ朝日が美味しい思いをするんだろうなっていう予想しています。ただ買収をする必要もないんですよね。金さえ出せばコンテンツは作れるんで、ただそのネットワークシステムのノウハウだったりっていうのが結構大変なんですけど、まあ、テレ朝の人たちって割とそこら辺のエンジニアとの接点を持てるようになったのと、あとデータセンターを持たない戦略にしたんですよね。なのでアベーマ TV のソースコードをそのまま別の会社に持ってって AWS で動かせば同じものを金さえあれば作れるんですよね。でも YouTube とかってデータセンターごと作っちゃってるので金があっても同じことができないっていうのがあるので、なのでテレビ朝日がそのバッサリとサイバーを切って同じものを立ち上げるがものすごい容易な状況なの で美味しいなと思って見てますけど、ニコニコ動画でしか見れないものっていうのが今ほとんどないんですよね。何をしたいのかっていうのが多分物事を決める人たちの中にないんだと思うんですよね。アベマ TV とかの場合はじゃあテレビ番組のようなものを作って、こういうものが好きな人がテレビじゃなくてネットで見えるようにするといいよねっていう目的がはっきりしてるんですけど、ニコニコ動画誰が何のために見てて自分たちは何を出したいのかっていうのが自分たちですら分かってないっていう、そういう感じな気はするんですけど、まあざっくりと川上さんですけどね。まあその突然ものすごい宝くじのようなものがなんか獣フレンズみたいなのがボーンってきてなんか有料会員増えるみたいな可能性はありますけど、今の路線をそのまま続けたとしてうまくいくかっていうとうまくいかない可能性の方が高いと思いますけどね。ネットフリックスとかアマゾンプライムとかコンテンツを買うっていう形で戦ってるんですけど、コンテンツ買い付け競争だとネットフリックスには絶対勝てなくなっちゃうので、そうするとコンテンツを買わない形で動画プラットフォームがどう残るかっていうと、ユーザーが面白がってやる部分っていうのを拾うぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけど、まあ多分それぐらいしか残る部分がないのかなっていう気がするんですよね。だからちょっと言い方は悪いかもしれないんですけど、しっかりしてないんだと思うんですよね。40のおっさんが喋ってる動画を撮ったって何の価値もないわけで、僕が考えるしっかりした動画って映画になっちゃうんですよ。頭のいい人が頭のいいこうシナリオを作って、それにきちんとその演技なり何なりをして見た人に何を残すかっていうところまで作り込んでるものはちゃんとしたものだと思うんですけど、おっさんの喋ってるので単にそのカット割りがいいとかなんか効果音がちょっと入ってるっていうのはやっぱ YouTube のユーザーが作ってるのの延長線にしかないと思うので、そういう意味では厳しいんじゃないかなと思ってしまいますが、いかがでしょうか。個人の狂気に貼った方がいいと思うんですよね。気の狂ったクリエイターって世の中にはいるので、そういう人にそれなりのお金払って、まあ、ものすごい当たるか大失敗するかっていうギャンブルを100本打ってみるとかの方が多分長期的にはうまくいくのかなっていう気がするんですけど、ロード・オブ・ザ・リングの監督のなんとかジャクソン、あの人ってもともと B 級ホラーのすごい汚らしい映画を撮るので有名な人だったんですけど、なぜかものすごい綺麗な映画になってっていう感じで、やっぱりちょっと狂った感覚の人にお金を渡すっていう方が他が対抗できないものは作りやすいのかなと思うんですよ。要は予算があるネットフリックスとか NHK が出てきたら民間の人たちがいくら動画サービスやったって勝ちようがないよねっていう、それよりは NHK とかネットフリックスができないようなこうグレーゾーンを攻めるっていう方がまだ存在価値としては残るんじゃないかなと思うんですけど、ネットでしかできないものすごい面白いものっていうのが存在したりもするんですけど、それを面白いと感じる人は少なくて、結局みんな自分の見たことあるものを見たい、そのテレビ番組がネットで見れたらいいよねってそのレベルで、その見たことのないエンタメみたいな新しいものに対してそんなに評価をしないっていうことなのかなって気がするんですけど、 SNS でオークットっていうのが昔 Google の社員が作ったやつがあって、僕 SNS の中では今のところ一番賢いと思った SNS なんですけど、友達がじゃあ100人いますと、でその100人の友達が自分をどう思ったかってランクをつけるんですよ。その結果だけ見れるんですよ。現実社会でそれ見るのって不可能なんですよね。
本当の友達にじゃあ聞いたとしても真実を言うかどうかわからないし、その知りようがないデータがインターネット上の SNS おかげで見ることができるようになったっていうので、すごい進化だと僕は思ったんですけど、でもそれが進化だっていうふうにほとんどの人は気づかなくて、でその送っとった SNS もなくなっちゃったんですけどっていう感じで廃れてしまうので、インターネットがあったおかげでできた新しいエンターテインメントみたいな、そういう目新しいものって人は求めないんだなっていうのが僕の最近の結論ですね。